能登半島は七海村、漁師のせがれで長長吉、まれついての親子子、何に不足はないけれど、どういうわけかお飯ぐらい、朝が一緒昼一緒、晩に一緒寝がけに一緒、夜中に起きてまた一緒、一日五升の飯を食う、これに二親驚いて、お前のいいようなお飯ぐらいとてもじゃないけど養いきれん、それだけ飯が食いたけりゃ江戸へ行ってぞ力士になれ、相撲になったら腹いっぱい飯が食えるぞ長吉よと言われて、にっこりお父さん、相撲はあんまり好きではないが、飯が食えればなってみよと、二親様に見送られ、のとのお七尾は、おああ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 あと見す。後になるならこの長吉が歴代横綱ある中で現に六代目の横綱で、大野松の緑の助とその名を残す長吉の若き、その日の物語いかがなるのか、時間まであったことやらなかったことやら、嘘かまことか知らねども、やっております。そのうちにたまにゃずむけた嘘もある、そりゃそのはずよ、昔の人がフライアンドの日の陰で書いて残した物語、筆にタヌキの毛が混じる、嘘のあるのは当たり前、やっております。私も事実見てきてやるじゃなし、嘘かまことか知らねえども、皆様方もその通り、現場見てきて聞くのじゃなし、みんなお互いに知らん同士の寄り合いやから、まことらしゅうにやりますゆえ、こいつは嘘だと思っても長い時間じゃあるまいし、わずか一時の娯楽じゃないか、まことらしゅうに聞かれても頼みお腹はかっちゃすまない。これだけサービスになってる。
飯が食えるからと軽い気持ちで相撲になった長吉が後になると六代目の横綱大野松緑之助と出世をするということは二親はもちろん長吉本人も知らなかった。知ってんのは私だけ。江戸へ出てきた長吉が西の関脇で竹熊文右衛門という人の弟子になる。お客様もご存知のようにこのいろいろ修行はありますが相撲取りの修行ほどつらいものはない。まあ現在はそんなことはありませんが、まだ昭和の初め頃までは雪が降ってる寒い時でもシャツとかパッチとかたびこんなもの履かしてもらえなかった。素肌に合わせがただ一枚、素足に草履履き、吹き履き掃除、使い走り、洗濯、ご飯炊き、公約伸ばし、庵弟子から親方のあんま押せないか、その間を見て自分が相撲の稽古をする。一日中体を動かしてるからもうちょっとも休む暇がない。体使い詰めですからなんぼでも腹が減る。国におるときは5升でよかったのに相撲取りになって一日7升飯食い出した。親方は男ですからそういうところへは気がつきませんけど、やはり家の所帯を預かってんのはおかみさんで、ねえお前さ、どうしたい。今度来た長吉ってやつ、あんなやつ暇出しなさいよ。今までたくさん弟子来たけど一日7升飯食うような弟子見たことない。あんなやつがおったら所帯潰れちまうよお前さ、暇出しなさいよあいつを。おかみさんが親方に焚きつけた。昔から言う通り、面取りがケツをつついて音取りが時を告げるちゅうことがある。今も昔も時代は変わっても家の中で一番偉いのはやっぱり奥さんだそうで。そうか、お前はそう言うならしょうがないの。こら長吉、親方お呼びで。そこへ座れ。ほんならなんじゃ一日7升飯食うらしいな。人間と違うわい、そら化け物じゃ。今日限り暇出したから出て行け。親方、そんなこと言わねえでください。暇出されたって俺は恥ずかしくって、今さら国に行けることはできねえ。お願いだからおいてください。七升飯食って悪けりゃ腹が減るのを我慢して今日から六升にするって。あんまり変わらんやねん。文句言わんと出てかんかい。そんなこと言わねえ。うるさいよい。これがせめての涙金、選別代わりに持って行けと狙って投げたわけではないが、一両小判を長吉にかけてぶつけたやつが漫画悪い眉間に当たって血が流れた。親からもらった大事な体傷つけられて長吉が己と腹は立ってみたが、たとえわずかな間でも弟子と呼ばれて師匠と呼んだお方に手向かいはできない。わずかな荷物を風呂敷に包んで、それじゃ親方、おら恥ずかしいが国に帰りや、今度巡業で能登の方に来るようなことがあったら汚え内田が寄ってください。渋いお茶の一杯も差し上げます。長いことお世話になりました。涙をこらえて表へ出たが、もう国へは帰れない。どうしたらよかろうかとぼんやりとあてもなくさまようているうちに、日の暮れ方ひょっと気がつくと川崎までやってきた。ああ、ここは川崎か。なんぼ歩いてももう国へは帰れん。幸い親方にもろうた金が一両ある。この金で今晩どっかの宿へ泊まって一両分だけ飯食べて、夜が明けたら川へ飛び込んで死んでもたろうって、ふやけくそになった。横を見ると立花屋という宿屋がある。のれんをめくって中へ入ると、いらっしゃいませ、どうぞ2階へって女中さんが2階の十畳の部屋へ通してくれた。ただいまお茶を持ってまいりますから。いや、お茶みたいなどうでもええが、姉ちゃん頼みがあるんじゃが、ここへ1両あるでな、どれだけ炊けるか知らんが1両分だけ飯炊いて食わしてえな。わしは生まれて今日まで腹いっぱい食べたことないんで、おかずは漬物でも目指しでも何でもええ、とにかく飯だけ食わして一両分。女中さんびっくりしましたね。私が申し上げなくても、もうお年を召されたお客様でしたらよくご存知のように昔のお金の値打ちってのは大したもんで、こいつはよう働く真面目なやつじゃなって褒めてもろうて、1年間の給料が2両から2両に1年で、ほら大したもん。その自分にあんたね、3文あったら下駄が2足買えた。2足3文ってこれは嘘やけど
ほらあんた大したお金で一両って言ったら大したもんです。今の金に直してざっと計算しただけでも、これまあ今度言うことにしてやる。ほらえらい値打ちが。女中さん考えて、まあ一両だけ飯食わせと言うけど、まあ相撲取りやから普通の人よりはちょっとぐらいは余計食うやろけど、なんぼたくさん食べろ言うても人間の体は限度がある。上から下まで飯で詰めたって知れとんねえから、目の前にぎょうさん飯立ったら胸が使いて食えんやろ。いっぺんびっくりするほど飯見したろうって、この女中さんも根性悪い。宿屋ですから他のお客様にも出すようにこんな大きい特別あつらいのおひつの中へ今炊いたばっかりのご飯三畳五合山盛りにしてある。これ持って行って見したったらびっくりするじゃろ。女中さん三人がかりでよいしょよいしょと二階の部屋へ、お客さんこれだけあったら足りますかって、ダン置いた途端に家がゆさゆさっと揺れて、三畳五合の飯をじっとと見ていた長吉が思わず涙をこらえ、これがこの世の食い納めか、こんなもんのために川へ飛び込んで死なねばならんとは。覚えてけつかれこの飯のガキ、今日という今日はもう腹の皮の破れるぞ言ってもたる。それで飲うても大飯ぐらいが命がけで食いよねがたまったもんやね。三畳五合の飯30分ぐらいの間にペロッと平らげた。おいつの縁にご飯粒ひっついてんのがもったいない。おいつの中お茶入れてしゃもじできれいに縁のご飯粒全部落として、そいつをこーっと全部飲んでしもて、姉ちゃんすまんけどおかわりって女中腰抜かしゃちょっとお待ち願います。びっくりして下へ飛んで降りて主の立花屋に話をしたら、聞いた立花屋が、おお長生かせないかんもんじゃのう。わしゃ今年が74で大方40年ほど宿屋しとるんじゃが、三畳五合飯食っておかわりちゅうた初めて。何？うん、飯見て涙こぼしてた。これもまた珍しいな。昔からお前泣き酒ってのあるが、泣き飯ってな聞いたことないぞ。何か事情があるんだろう聞いてやろうと立花屋が二階へ上がって、お客さん訳があるんなら聞かしてください、できれば力を貸しましょう。言われて長吉ご亭主よ、必ず笑ってくださるな、恥ずかしいけどこういうわけ。涙をこぼして話をしたら、にっこり笑って立花屋、失礼ながら長吉さんへ、あんたはやっぱり田舎のお方、大飯食いと掘り出され、川へ飛び込み死のうとは、ちょっと了見が狭いじゃないか、広いお江戸のその中に竹熊一人が力士じゃない、わしの引きの力士もあるで、そこへ頼んで弟子にしよう、死のうなんぞというようなバカな考えを起こすじゃない。え、それではご亭主、初めて会った見ず知らずの私にそんな親切にしてくださるのか。何を言うのだ長吉さんへ、見ず知らないでも弱な酒、お金持ちでも小じきでも生まれた時には丸裸、人という字は持つもた人で強い、世のことわざにあるとより愛は
背に住むとりゃ木の枝に人は長さけ家のああああ袖に住む。もらいたいと言われて長吉嬉し泣き畳にぴったり手をついてありがとう存じます。捨てる神あれば助ける神地獄で仏はこのことじゃ、どうかよろしくお願いします。その話聞いて安心したのかまた腹減ったってよう食べるなあんたしかし。とにかく今夜はおやすみなさい。その晩ごろりと横になる夜が明けるなら立花屋が女中に言いつけ呼んできました。かごに今日かご屋さんへすまないけれど江戸深川まで投資家の坂手はあんまり弾むから急いで遅れよかご屋さんと言われてかご屋がががが天正地相棒行こうか。おっと北さんがのどおっとおいしょ肩が揃えば腰と腰腰が揃えば掛け声で川崎あとに二丁のカヌーが飛んでいる向くの尾が江戸の深川に宅を構えた東の関脇で四頃山喜平次の表に二丁の家具がついた。よう、これはまあどなたかと思えば川崎の旦那さん。長いことご無沙汰で申し訳のないこって。いやいや関取、そう堅苦しい挨拶はやめとこう。無沙汰はお互い様じゃ。今日わしが来たのは他じゃないが、お前にちょっと頼みたいことがあってな。ここにおるのが能登の七尾の長吉さんといってな、わけはこうこうこういうわけ。話を聞いては捨てておけん。生まれついてのおせっかい焼きでな、胸を叩いて連れてきたんじゃが、どうじゃろう、一つお前の弟子にしてやってもらえんじゃろうか。一日七升飯食うんじゃな。まあそんなことは心配するな。なんぼ飯を食べようとな、長吉さんが食べる米だけはわしが毎月川崎から運んでくる。一つ米付きで弟子にしてやってもらえんか。親方、バカなこと言いなさんない。天下の関脇四頃山が弟子をもらうのに米付きでもろうたと言われちゃ、友達衆やひいきの旦那に聞かれてもみっともない話。人の悪口を言うわけじゃないが、大飯食いじゃと掘り出したという。竹熊丼のわしゃ気持ちがわからん。そうじゃろう親方、相撲取りというものは他の商売と違うて力仕事。飲めば飲み力、食えば食い力、大飯食やそれだけ力が増えるんじゃ。弟子が大飯食うからというて顔色変えるような四頃山じゃごんせんわい。長吉さんとかおっしゃったの、遠慮せんとなんぼなと不安かい。喉から出るほどくたらえわい。なんぼ大飯食うと言うても、ひと月でものの30俵もあったら足るじゃろうって大きなこと言うな。それでは頼むと頼んでおいて立花屋が顔に揺られて川崎に帰る。
あとへ残った長吉が早く出世をしなければ立花屋の親父さんに受けたご恩が返されない、精進決裁日の出るようなもげ子、昔の人は良いこと言うた、なせばなるなさねばならん、何事もならぬは己がなさぬなり、人の一心恐ろしいもの、弟子に入って二年目に見事十両に出世をする。二年目に十両になった。現在でしたらさほどまあびっくりするほどのこともありません。なぜかというと現在は15日間で年6場所本場所があるわけだ。90日相撲取ってるわけだ現在は。ところが昔は10日間ずつ年に2場所しかなかった。だから昔は相撲取りのことを1年を20日で暮らす良い男と言いました。年に本場所が20日間しかないのに2年目に10両になったという長吉の努力は大したもの。つけた名前が小見通りという、文政3年初場所深川富岡八幡境内相撲場で晴天10日の大相撲若手の売り出し小見通り長吉、八九のごとき勢いで初日2日3日4日と連勝し、5日6日も勝ち続け、世なぬための取り組みが飯の敵の竹熊じゃと聞いて喜ぶ長吉が、そうか明日はいよいよ竹熊か、覚えとれよ、昔から色気の敵と食い気の敵は七代たたるちゅうことがある。明日の一番負けられない、戻ってきました師匠の家、いつの間に来ていたのか、立花屋の親父さんが、よーちょきさ、今川崎から着いたとこ、明日の相手は竹熊じゃとな、必ず負けてくれるなよ、お前が明日負けたなら長い3年その間力を入れた甲斐がない、負けてくれるな小見通りといえば長吉にっこり笑い、心配なさんな旦那さんへ、他の力士が相手であれば勝つか負けるかわからんけれど、あの竹熊が相手なら土俵の上でこの俺がよいしょさっさと取り組んだら、あっという間に竹熊を、頭が下で足が上で名古屋の名物シャチホコ投げて、何読んだってとにかく明日は頑張れよ親方、お先へお休みと自分の部屋へ入ったが、待つなほどなく夜が明ける、御用三脈や村の上でドドンと打ち出す一番太鼓、一番太鼓で目を覚ます、二番太鼓で身支度をする、三番太鼓で場所を言い、櫓太鼓というものはむやみやたらに叩いているのじゃありません、それ相当のわけがある、一つ打つのは一話万物始まりで、二つ打つのがあうんの虹で、三つ打つのが天気人、四つ打つのが四天王で、五つ打つのが御用の太鼓、六つ打つのが六方世界、七つ打つのは南妙法蓮華経、七時の題目かたどった
たり八つ八家で九つくよ遠で次回乱れ打ちドドンガドンガドンガドドンガドンとこいドドンガドドンガドドンガドンとこい二三日天気天気金持って飛んでこい金ました嫌だおたっとこいこいドドンガドンドと鳴り出したから見物がなんと兄弟不思議じゃないか初めて土俵へ上がる雷電と小緑と同じことあの雷電も初土俵で小野川であの八角と取り組んだけど今度小緑長吉は初めて竹熊文右衛門関脇と取り組むとはおかしなことがあるもんだよ何はさておきこの一番を見なければ男と生まれた甲斐がない金がなければ七八置いて可愛い娘を奉公に出しても身に行かなければ先祖の位牌に申し訳が相立たんと暗いうちからスノーゴヤお砂お砂と詰めかけるお砂へ少ない後から来て先行くとは厚かましいお砂と言うたらお相撲じゃないぞそんなに押したら背中の握り飯は潰れて目星は裸で風邪をひくお入り前すし詰めの相撲番数取り進むいよいよこれより最悪です触れが回れば呼び出しが土俵の上と駆け上がって西と東を呼び上げる名乗り上げられ東西から肩で風切る料理騎士が土俵の上と姿を見せる長吉心で思うよ己竹熊文右衛門大飯食いじゃと掘り出して眉間割られたそのお礼に今日は一番土俵の砂を嫌というほど食わしてやるから遠慮さらさず食らうがよいとギリギリと仕切りをつけるならこちら竹熊文右衛門元を正せば俺の弟子こんな野郎に負けたなら地域の旦那に顔向けできない何が何でも勝たねばならんとすごい眼でじりりと仕切る低い息低い息あぶんの呼吸がぴったりあった八家よいやと軍隊帰ったよいしょ北沢のどっこいしょと土俵の真中で料理騎士が火花を散らしてがっちり踏んだところでちょうど時間となりましたお叱りもなく最後までようこそご清聴いただきましたこのまた続きはレコードでどうかお聞きを願いましょうお粗末でしたまずこれない悩みの中から出し抜けに大きな声出して何の用やねん。えい、てめえこのダンペラが目に入らねえか。そんな無茶言いな、そんなもんが目に入ってたまるかいな。
えらいキラキラ光ってるのがよう切れそうやな。あれ、岩に落ち着きやがって。こんな岩ばかりの山道で今自分心安を呼びかけるな。天下相場は決まってるわ。ああ、そうすると何かいな。おまはんら街道名物の追いはぎかいな。分かっていたら懐中物は言うに及ばず、一歳合歳身ぐるみ脱いで置いていけ。そんなこと言いないな、あんた。春とは言うても、桜の花はまだちらほらや。夜はまだまだ寒いがない。収まるね。てめえ、命が惜しくねえか。アホなこと言うね。命の惜しくないもんが、どこの世界にあるんや。命知らずの無法もんちゅうのは、おまはんらぐらいなもんやないか。遠州名代の違和感の右も左も岩ばかり、人の行き来も後絶えた岩屋の前の岩陰で、七八人の荒くれがギラギラするようなダンピラをしのごの抜かせば人打ちと取り巻く中で、褒めず臆せず大然とにっこり笑うこの人は、当時大工の名人と噂の高い人五郎。この度京都は東山、あの地を陰の御影堂建立いたすことになり、徳川天下のご意見番、大久保彦座の推薦で都に乗り込むこととなり、花の霞を踏み分けて東海移動は出世たり、名人上手と言われる人は腕もお度胸おもにほいち。おい若えの、おめえの命をもらったところで三文の得にはならねえんだが、ごてごと言わずに有り金残らず出しやがれ。それとも痛い目に遭いてえのか。そんなものアホなこと言うない。金取られてその上痛い目に遭わされてたまるかい。脱げる、脱げばええねやろ。脱ぐがな、脱ぐがな。えい、その薄汚ねえ袋は一体なんだ。この中にはおまはんらに用事のないのみと土が入れてあるんや。のみと土だ。なんだてめえ大工だったのかい。そうかい。そんなものは俺はいらねえ。街道筋は物騒だからな。随分気をつけていくんだぜ。何昔ってケツなんじゃ。この上取られるもんなんかあるかいな。追いはぎは姿を消した。あと見送った陣五郎。こんなことにとなるのなら、先の宿場の二川で、飯盛り女にすっぽりと抱かれて辛抱していたら、この災難もある前に吉田取ればにかいからまめく思えば、かの子の振り袖に心惹かれてうかうかと
夜道をかけて急いだのが生涯一度のしくじりじゃ人と生まれて何よりも気をつけなければならんのはスケベ子音響と色の道夜が更けたせいかえらい冷え込んで気腐った。こんな格好で吉田の宿に行ったかて運悪夜回りにでも出ようたらこの上どんな災難にあはんとも限らん。というてここで寝るちゅうても、おお、これはええもんがあるわい。観音さん、すんまへんけど、あんさんのあのお堂のな、ひさしに釣ってあるあのまんまく、ちょっと貸しとくんだあれや。甚五郎はお堂に貼ってあるまんまくを外すと、上半身にぐるぐるっと巻きつけると、そのままごろりと横になった。これ、旅の人。もし、旅のお方、なんぼ若いと言ったって、裸同然でこんなとこに寝ていたら風邪をひきますよ。一体どうなされた？もう、なんやいな、もう。足の方からポカポカとぬくなって、気持ちで、これから人寝入りと思ったところを拙者やで。冗談言っちゃいけない。これから人寝入りなんてのんきなお人じゃ。夜はとっくに明けてますよ。え？夜が明けた。ほら、ほんまや。ほはいな。お天道さんが足の方にカッカッと照りつけてはるが、ほんなら宿の女中がこたつを入れてくれたと思ったのあれ夢やったんかいな。はあ、もう、ぽいはぎに一切合切持っていかれ。あんまり寒いので観音様のまんまくをお借りして。あ、そうか。あのまま眠とうなってそのままかいな。聞けば聞くほど呆れたお人じゃ。それにしても、おいはぎの言うがまま身ぐるみ脱いで渡したと言いなさるが、これから先一体どうなさるおつもりじゃ。どうと言うて昼日中裸の道中も気が利かんし、どっかそこらに建前の仕事でもあったら、分け話して手伝わしてもらおうかと思ってまんねやが。おお、そんならお前さん、大工の仕事に心得があるのじゃな。そらちょうどよい。わしのうち、と言ってもな、大工仕事はもう終わったが、後片付けの仕事なら当分あるじゃろう。下働きでもしなさらんか。わしはな、豊川の財で百姓の束ねをする塩屋だが、袖すり合うもなんとやら、お前さんの身の立つように考えてあげようじゃないか。大きに大きに、お塩屋さんと言いやありましたな。どうぞ、よろしゅうお頼み申します。私は播州のまれで人。甚五郎と喉まで出たが、ふんどし一つの真っ裸、一文なしの身の上で、お天使様や将軍様のお声がかりの甚五郎と、言ったところでとてもじゃないが、信用してはもらえまい。うっかり本名名乗ったら大ぼら吹きと怒鳴られて、下ばた楽器の仕事さえおじゃんになったら大変と、名前は甚助という渡り大工の慣れの果てでにゃ、司祭あって京の都へ登り途中、思いがけないご親切一生忘れはいたしません。なに、恩に来てもらうほどのこともできないが、お前さんの身なりだけは整えばならん。ちょうど幸い戻り道、吉田の宿で万事用意をいたしましょう。おおきにありがとうございます。
正真正銘真実まこと、ふんどし一つのこのわしの、どこに見どころあったのかとりすがりの庄屋様、ハッピー腹かけ桃引きまで買って揃えてくださるとは、かゆいところへ手が届く心にも及ばぬ親切にのんきものだが、今頃世のこと技にあるとり渡る世間に鬼はなく、これが地獄で仏かと嬉しい涙が人しずく濡れる、たもとや袖もなく握りいい拳いいでん、横に吹く。その日から庄屋の屋敷に住み込むことになった甚五郎は、広々とした構えの立派さに肝を抜かれた。新築した離れ座敷の普請も全備を尽くして出来上がっていた。縁側に続く広い大きな潜水には豊川から水を引くという豪華さ。奉公人の話によると、近々江戸から都へ登る名高い大工の棟梁、甚五郎という先生が庄屋のうちに泊まるという。聞いた甚五郎が驚いて、広い世の中にわしがもう一人おるとは面白い。お庄屋様、このお座敷にお泊まりになる名高い大工さんというのはどなたはんでっしゃろう。おお、よう聞いてくだされた。いずれな、話をしておこうと思ったんじゃがな、仁助さん。同じ大工さんでもお前さんとはえらい違い。立派なお方でな、お名前は左甚五郎とおっしゃってな、お天使様や将軍様のお声がかりの名人。ご無礼があってはならんと言うて、宿舎のことも名主や庄屋からの申し送りでな、この豊川ではわしの屋敷でお世話することになったんじゃ。へへへ、左甚五郎、ほんまに。へえ、そうでっか。それほど名高い甚五郎というお方、お庄屋さん、日本中に二人も三人も言い張りまんのか。これ、バカなことを言うんじゃない。日本一の甚五郎先生が二人も三人もあったら、そら皆偽物じゃ。お前さんもな、この先ずっと大工をやる気なら、どうじゃ、甚五郎先生がうちにお泊まりなさるのも何かの縁じゃ。一層お弟子にしてもろうたら、及ばずながら、わしが取りなしてやってもよいぞ。おおきみ、お庄屋様のせっかくのお言葉だっけど、断るというのか、欲のない人じゃ。こんないい話はまたと再びある前にな。お庄屋さん、その甚五郎という先生が、もし偽物やったら、どないしやりますか。これなんということを言うんじゃ。そんな心がけじゃから、追い剥ぎに裸にされますのじゃ。えらいこと言いました。お庄屋さん、どうか堪忍しとくなれや。口では素直に詫びたけど、収まらないのは、甚五郎、そいつは偽物、本物は
この人助と言いたいが、観音様のままく体に巻いて震えていた。あの日、あの時、あの朝の姿見られた庄屋殿に、めったに信じちゃもらえまい。それはともかく偽物が乗り込んでくる。それまでは下バタ抱きの是非ないが赤くなる。上は偽物とわざと、わざとの腕比べ己見てごれ偽物め。何が何でも是が非でも剥がさにゃなあらない。化けの皮亭主、いやさお庄屋殿、さんざ厄介んだってこんなことは言いたくないのじゃがな、一体この酒は何じゃ。こんな酒を天下一の名人左陣五郎が喜んで飲むとでも思っておるのかな。いや、これは恐れ入ります。台所番の者がついうっかりしておりまして、上司の方を切らしましたので、ただいま吉田の宿まで使いを立てましてございます。何とぞただいまのところは地酒で辛抱せよと申されるか。どうもどうも、誠に恐れ入ります。それに、毎日お膳のものもうなぎや卵ばかりではどうかと思いますので、今日は季節外れではございますが、吉田の宿から鴨を用意するように申し付けております。おお、それは何より。うなぎ卵の暴れ食いというてな。あれはたまにうまいものを食べるものが申すことじゃ。さようでございます。あなた様のような天下の名人がお召し上がりになるもんではございません。今日は鴨の料理に土地の名物鯉国を整えるつもりでございますが。おお、鯉国な。そうじゃ、その鯉国で思い出した。わしはこの度お前様の屋敷に泊めてもらった記念に鯉を掘って進呈したいと思うてな、二三日前からのみを取っておりますのじゃ。え、先生がお手彫りの鯉を。はあ、ありがとうございます。家松代の宝にいたしたいと思います。それとも何かな、鯉の他に注文でもあると言われるか。いや、めっそうな。どういたしまして。鯉で結構でございます。あの先生、何じゃ。わしも鯉を掘らしてもらえまへんか。なんだ、突然に。お、誰かと思えば、お前はここの下働きではないか。掘り物の心得があるとでも言うのか。ええ、今このお庭先の掃除してましたら、つい先生の言うてあることが小耳に挟みましてな、声と聞いてはもう矢も盾もたまらずしゃしゃり出たようなわけでございます。俺仁助、場所柄もわきまえず、先生のお座敷間近は何と心得ているんじゃ。まあ、よいよい、叱っておやりなさるな。好きな道はそうしたものじゃ。の、仁助とやら。へ、お気にありがとうございます。自分の口から言いますのもなんですけど、恋と聞いたら、いかな天下の名人にも負けは取らんつもりですが。おお、大した強がりじゃの。これは面白い。の、庄屋殿。仁助とやらに恋を掘らしてみましょう。なあに、天下の陣五郎が旅先のつれづれに、雪吊りの渡り物と鯉の掘り物を競うたといえば、松代までの語り草じゃ。時こそ来たると仁助は偽物を左陣五郎めかむった皮を剥ぎ取って
目に物を見せるぞ待って俺と小躍りしたい喜びをじっと抑えてそのまま下男の部屋にと立ち戻り不審の後の木材から手軽なものを探し出し一心込めて飲みを取るしかしながらも仮初めにも我が名を語る上からは腕に覚えはあるだろう万が一にもこのわしの上越す技を持つなれば天下の名人甚五郎の名前は悲しや偽物にまんまと取られてこのわしは生涯下男の甚助かたとえ骨身は削ってもあの偽物には負けられないと精魂込めて飲みを取りゃ輝く鱗の一枚にも名人上手の血が滲む。そのうちに双方の恋が出来上がる。今日はいよいよ披露となった。今日の世話役を大工の棟梁、潜水を取り巻いて集まった一家一門をはじめ、大工盛ん家族まで押しかけた、固唾を飲んで見物をする。離れ座敷の縁側には、二枚重ねの座布団に偽の甚五郎どっかと座り刻み上げたる一匹の鯉は白木の三本へ乗せてかぶせた紫の福沢誠の恋紫偽紫のその偽を剥ぐことできぬその時はわしはこのままこの場を去らず隠し持ったるこののみで我と我が手で我が喉を見事ついてみせるぞと甚助思わず息をのみここ一言と命がけ世話方の棟梁が紫の福沢を取った三方の恋は本物そっくりの出来栄え一度思わず歓声を上げるこの時間髪を入れずつかつかと縁先に近づいた甚助が先生お見事にできましたなこれからこの鯉を潜水で泳がしてみたいと思いますけどどんなもんでっしゃろうんよいよい泳がすのもまた一興じゃ勝手にするがよいぞおおきに
そんなら皆さん、よう見ていてくださいと。甚助は三方の上の鯉を取り、素早く潜水のそばに近寄ると勢いをつけて鯉をさーっと投げた。投げられた鯉は勢いに乗って二三軒スーッと水を切る。見ていた一同は見事なものと大喜び、途端に勢いのなくなった鯉はくるりっと腹を見せて浮かび上がった。甚助がニコッと笑うて、よはは、こらあかんわ。こら死んでるわ。先生は死んだ鯉を掘り出された。こらおもろい。こら、甚助、言葉を慎まんか。死んだ鯉などとたわけものめ。木で掘った鯉が生きていて止まるものか。お庄屋様、そのお叱りはもっともでっけどな。ほんまに生きた鯉をお目にかけましょうか。甚助は生きた鯉を掘りました。甚助の甚五郎、すっくと立った。つかつかっと潜水のそば、紺の風呂敷を解いた。取り出した鯉の掘り物、潜水、中身と投げ込んだ。そこらあたりを泳いでいた日ごいまごい山だらの鯉が、仲間が来たと思ったのか、水と近づき尻尾をつけば、くるりと回った木彫りの鯉、今度は頭を日ごいがつつく。あんたどっから来たのかい。あんまり見かけん恋づらじゃが、姿が良いのでわしゃ惚れた。おっと黒さん、あんたはダメじゃ。この新入りの恋さんは、あたいとデートの約束できた。人の恋にも邪魔する奴は、間に蹴られて死ぬわいなって。まさかそんなことは言わないでしょうが、新入りの鯉をたくさんの鯉が取り巻いて物珍しくつつくので、木彫りの鯉はスイスイと右と左に動く。さながら生きてる鯉のよう。これを眺めた一同がわっと騒ぐのも無理はない。この鯉の腹のところに小さなのみの絵を外して、金物のところがあらかじめ埋めてあり、水中での中心が取られている。何でもないことですが、ここらが名人上手の苦心の一端と言えましょう。この騒ぎに紛れて偽の甚五郎先生がいつの間にか姿を消した。おっと、待った待った待った、待ちなあれ、あんた何をすんねや。襖を蹴って飛び込む甚助、商売道具ののみを逆手に持って今にも喉に突き刺そうとする偽甚五郎の手を押さえた。早まったら飽きまへん。何をしてんねや、あんた。様子がおかしいなと思ったから、さっと来てみたらこの始末じゃ。わしはまた、裏門からでも逃げたんかいなと思ってたが。死んで花見は咲かぬもの。生きていて、咲かす花こそ、まことの花。これ、死なねばならんわけあれば、打ち明けなされ何事も。はい。はい。お名前を語ったこの私を、光もなさらずその上に、お情け深いそのお言葉。私の生まれは五州片田、名は松五郎と申します。先日国から頼りがあって、一人暮らしのおふくろが病のどこに着いたとか、夜と死並みに
根性のこれが名残になるかもしれず、メイドの旅に立つ前に一目会いたや顔見たや、これが最後の頼み上、ぜひとも戻れの文面に帰りたいのは山々なれど、今は修行の身の上で、土曜の金さえままならず、思案に思ったその時に、お前は元来手先が器用、何を掘っても作らせても、ちょいと見た目は今江戸で、噂の高い甚五郎の仕事の手筋にそっくりだ。悪いことだが甚五郎の名前を借りて東海道、おでんを振って旅すれば、行く先々の宿場、宿場や旅小屋で注文があるかがもわからない、購買衆の朝知恵に乗ってここまで来たものの、正真正銘の甚五郎先生、あなたに会うとは運の月、どうか許してくださいと、嘘で涙が出るものか、まこと溢れる両の目に熱い涙、人を沈く。そうかいな。ようわかりました。まあまあ、ええから手を挙げなあれ。あんたは親孝行のためにわての名前を使った人や、映画ななんぼでも使うたら映画な減るもんやなし。それにしても、お前さんの旅費の足しにでもしてあげたいと思うが、今のわしの身の上ではな、その心配はご無用じゃ。仁助殿じゃない甚五郎大先生。お前様やそこの偽物の先生にと、恋のお礼をしたくして襖の外まで来て心温まる話を聞きました。無関心も特心もいたしました。過ちを改めた偽物さんも立派なら、本家の甚五郎先生も見上げたお方。お正月様、申し訳ございません。私は片田の松五郎と申します。どうかお許しくださいませ。わかったわかった。話がわかればもうそれで結構じゃ。さあ、詐称ながらこの20両は甚五郎先生へ、またこの10両はお前様へ。とんでもない。打ち明け話をした上は、このお金はいただけません。まあまあ、ええやないかいな。お正屋さんのせっかくのお志しゃ、遠慮なしにもろうて、一時も早くここを立って、な、病気のお袋さんを見もってあげなあれ。それよりな、松五郎さんとやら、この20両の金、もろうた人の前で右から左へ渡すのもおかしな話やが、これは改めてこの甚五郎の志や、お袋様の薬の足しにでもしてあげなされ。そばでこのこと聞いていた。
庄屋は思わず膝を打ち、おお、でかされた。本家本元名乗らずとも、おのずと知れる身の素性、それでこそあっぱれ甚五郎大先生、こんなお方とつゆ知らず、とんだご無礼いたしましたと言えば、甚五郎ニコニコと笑い、待ってくださいお庄屋さん、そのお言葉はちと早い、ここで偽物バレたなら、今日今までのご苦労も親孝行も水の泡、幸いあんたが偽物と知っているのはこのわしとお庄屋殿と二人きり、ここの屋敷を出るまではこの甚五郎になりすまし大手を振って行きなされ、これも皆親子この後なれば誰に遠慮おがんいるものか。先生、ご恩は一生忘れません。これこれ、泣いたらあかんがな。メソメソせずに肘を張り、胸も張るのや肩も触れと、慈悲の言葉に松五郎流れる涙止めどなく、ハスに構える道中傘で人目を避けるいじらしい後ろ姿を微笑んで見送る左甚五郎、明日はいよいよこのわしも今日の都へ乗り込んで、今に名高い愚かあの地を銀のうぐいすばりを見事仕上げてみせるぞと、天下に名高い名工の胸に希望の火は燃える、胸に希望の火は燃える。さぬきの国は丸亀の生駒さぬきの神様に、馬術の指南で800国、我が町名代の馬術家は曲がき平黒表の方へ立ち上がった一人の男、年の頃なら35、6、
印番天ににまとい八つ割り瀬田に身を乗せて大きな声をばかり上げて、こんにちはこんにちは、何やつじゃ。あすまへん、馬術の名人で間垣平九郎っちゅう先生のお宅はここで。平九郎は当家じゃ。あ、よかった、探してましたん。ちょっとこの手紙読んでおくなれ。出した手紙を受け取ってみると、大阪屋という口入れ屋、中の文面を読んでみると、金がね申し付けられておりました適当な人物が見つかりました。この手紙を持って行った男をどうぞ中間としてお使いください。ただし前もって断っておきますが、身元引き受けは絶対をいたしませんと書いておる。何じゃこれ、お前は引き受けがいないのか。ええ、大阪行った友達の頃6人でもあんねんけど、この丸紙には一人もいてまいので、気の毒じゃが引き受けがなければ使うことができん。帰れ。なかったらいいねえねえ、日本一の間垣先生があんた中間の一人雇うのに引き受けもクソもあるかいな。あんた引き受けがあったって不真面目なやつは不真面目や、引き受けがなかっても真面目なやつは真面目やで。俺は自分で言うのないけど真面目やで、俺はほんまに。お前の生まれはどこじゃ。生まれたんは江戸の西丸下っちゅうとこで生まれた、育った大阪ですわ。名前は何という。ドド平ちまね、けったいな名前やな、ドド平って。おめえ給金はいかほどじゃ。給金はちょっと高いけども年に5両。5両とは高すぎる。え、高い。普通の中元やったら年に2両か2両3分や。それ俺は5両くれ言うてまね、人の2人前くれ言うてまね。せやけど先生、2人前でも働くことにかけてはよう働くで、ほら人の5人前は働くよ。世間ではよく気の利くやつをあいつはかいところに手届かせてこう言いましたろ。ほらかいないとこまで手届きまんねん、ほら嘘やと思ったらいっぺんつこてみなあれ。それほど言うんなら使ってやるが、5両も出すんじゃから女の代わりもできるであろうの。なんて、5両も出すんじゃから女の代わりもできるであろう。そ、なんもなんでなんだ。さ、俺とお前と何を言うとんじゃこいつは。妙なところへ気を回すな。寝間の上げ下げお膳支度ができるかというんじゃ。ああ、もうそれやったらちゃんとゴールの中入ってます。しからば使ってやる。え、よろしくお願いします。今日からあんたが主人、俺が家来や。よろしく頼みますさ。ああ、それから先生、前もって断っておきまっけど、今日から3日の間、俺は何にもしまへんで。どれ難しいやっちゃな、お前。どういうわけじゃ。どういうわけじゃって考えてみなはれ、あんた。初めてこの家来て家の様子わからんのに、お前ごちゃごちゃしてみ、ややこしてしゃあないやろ。せやから今日から3日の間、俺があんたの後からついて回って、3日間で家の様子しっかり覚えてしもて、4日の朝から俺がやるという。こういう段取りで一つ先生頼ますわ。なるほどの。それも理屈じゃの。しからば今日から3日間わしがやる。え、頼ますわ。ああ、それから先生、こないだうちから俺はまあちょっと腹具合悪いんでね。ご飯なるべく柔らか炊いて。どっちが家来わからんな、こいつは。こういう調子でドド兵が住み着いて、ちょうど3年経った。寛永6年11月の末、先生朝目が覚めた。えらい寒いなっちって雨戸開けてみると雪が積もっとる。おお、丸亀で雪が積もるとは珍しいことがあるもんじゃ。どどよ、どどよ、2、3度呼んでみたけど返事がない。台所へ来てみると、一升どっくりにまだ酒が7合ほど残っとる。これこれっちゅうて先生、そいつ掴んで縁側へ出てきて、下戸にはわからん雪見酒の味、朝酒は女房を七においてでも飲めという。うまいもんじゃのうちゅうて手だくでキュッと一杯引っ掛けてひょっと見ると、ドド兵が真っ赤になった両手にハーッと息をかけながら一生懸命雪かきして、よく働くやつじゃのう。確かどこかの侍とにらんだが、侍なれば3年も辛抱できるわけがない。やはり普通の下郎であったのか。普通の下郎とすればこれぐらいよく働くやつはおらん。よし、
一杯飲ましてやろうと先生。どどよ。どどよ。ああ、起きとんのかい。なんちゅうものの言い方や、こいつは。どうじゃ、一服して一杯飲まんか。え、一服して一杯飲まんか。酒、そう。はぁ、珍しいことあるまいなさいけど。ほら、今あんたが酒を飲めって言うてくだけ初めて白状するけど。ほら、ほんまのこと言ったら三度の飯より酒の方が好きやね、俺。しかし中元下郎の分際で酒なんか飲んだら生意気と思われたらいかんと思うから。この三年の間、好きな酒はぷっつりやめて、涙こらえとったんよ、俺は。ああ、その俺の気持ちも知らんと、お前、毎朝毎朝ちょねちょね、ちょねちょね一挙る。俺腹の中で思うとったぞ。何が日本一のマーキー平九郎じゃい。日本一の先生なら、家来の酒の一杯も飲めって言うてくれるがな。何が日本一じゃい。こんなもんくすぼるやないか、あんな。しょうがない。しょうがない。思うとったけど、あんた、ええとこあるな。あんた出世すんだ、あんた、ほんまに。呼ばれまいただきますわ。同じいただくんだら、ちっちゃうても一杯、大きいても一杯。湯飲みで一杯いただきますわ。大きに大きに。大きに。もう結構で、はい、しかしまあ珍しいことあんなこのケチンボが何を抜かしたんじゃこのわけ黙って飲め久しぶりやなええ匂いやがなこれもほんまにもうまいな旦那もう一個マイカなんてもんじゃござんせんよ長いことやめとった酒久しぶりに飲んだもんやさかい五臓六腑へキャーッと染み渡って何とも言えんええ気持ちでてはいあいあいたどうしたええらいこっちゃ大丈夫かいや大丈夫かなんか知らんけど腹の虫がなんか言うてるわ何ああああ同じ飲ますんなら寝てる子起こすようなことせんともう一杯の何をこじゃおじゃ言うとんねん欲しけりゃ欲しいってはっきり言えさあもう一杯行こういやすんまへんないや俺欲しいことまへんねん虫が欲しがってまへんねんからあんた虫に逆ろうたら何さらすやからへんねんすんまへんなはいもうちょっとはい大きに大きにはい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 大きに大きにはいしかしまあ久しぶりに飲んで酒ってこないうまいもんかと思うそうでっかほなもう一杯何にも言うてへんがな俺悪いやっちゃこいつ7号ほどあった先みんな飲んでまいった肝心の間垣先生おちょこに一杯飲んだだけやこんなアホなことあるけやお前もうちょっと飲みたいなそやけどまたこの雪の降る中酒買うてこい言うたらこいつごちゃ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 昔しよるやろほんまにこないに家来に気使わんなんてこんなバカなことないがなこの先生気あかんもんやさかいとにかく頼んでみるだけ頼んでみようとどどよどどよんあ、何すかおお、ええ調子になりやがってこの雪の降る中誠に気の毒じゃが山田山で行って酒を三畳ほど買うてきてくれんかえ、なんて悪い酒やなこの酒ほんまにこの雪の降る中誠に気の毒じゃが山田山で行って酒を三畳ほどせえ分かっとんそい今聞いてんおいこらこらって誰に貸しとんねんこいつ俺はお前に聞くけどねお前と俺とは一体どういう関係なの何いやお前と俺とはやね一体どういう関係なのっちゅうのわしとお前は主人と家来じゃ主人と家来やったらどっちが偉いんじゃいそら言わずと知れた主人が偉いその偉いお前が俺に用事つけんのに住むの住まんのってなんじゃい主人やったら主人らしゅうに酒買うてこい言うて偉そうに言え偉そうに早かしけすがねしゃれあったほんまにええー、偉そうに抜かしたとやお前何かい俺に文句あんのかなんか
文句あらっていっぺん思て。なんちゅう悪い酒やこの酒ほんまに。よし、3年間いっぺんも怒ったことないからなめてけつかる。いっぺんかまし入れとこうと思て。先生どうぞ。なんじゃい、山田山田行って酒を三錠買うてこい。任しとけって変わっとるやっちゃこいつらほんまに。胸を叩いて表へ出た。飛んできました山田屋で三畳樽に酒をいっぱい詰めてもらった。酒はできたが魚がない。横町の魚安という魚屋であんこという魚をぶつ切りに2人前竹の皮包みに包んでもらった。そいつを左手に右手に下げた三畳樽、表へ出たがまともに吹いてくる吹雪のために顔を上げることできないから、まんじゅう傘パッとかぶって行こうとしたんやけど、両方に物持っとるさかい傘の調節が取られん。めんどくさいわいっつって下までダッと下ろして、ダダ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 ダ、下ばっかり見ながら走ってきた。武者小路の三丁目の曲がり角をキリッと曲がった途端に一人の武士と出会い頭にバーン。当たろうとするやつを心得のある武士と見えて際どいところで体を交わした。その横をドド兵が通り過ぎた。ドド兵の左手に持っていた竹の皮包みが侍のたもとをスッとかすった。侍はて何か当たったなと思ってひょっと見ると、一番大事な羽織の門のところへ魚の血がベタッとくっついた。待て、それ参る下郎、しばらく待て。あすか、あす、何時はこれに覚えがある。ああ、知らんとは言わず、すれ違った時についたものだが、だがわざとつけたのではない。怪我は過ちでついたものだから深く咎めはせんが、両手をついて詫びをしていけ。この侍、おとなしい侍や。お客さんも映画やテレビでご存知でしょう。侍と下郎ちゅうたら雲の上とちゅうの、そこほど身分が違う。こんなところへ血つけられたら、プレモノベーって問答無用でスパーッと切り捨てる。役人が飛んできたら無礼打ちをいたしたって、それで済んだんですけども、この侍、優しい侍や、わざとつけたんじゃないから、両手をついて詫びをしていけって優しいに言うてくれた。その時にドド兵が、すまんな、なあさんと前ミントがしとったもんで、すまん、すまん、言うてることがわからんでも、ろれつが回らんでも、頭だけ下げとったらそれで済んだのに。そんな可愛らしいやとちゃうわな、こいつが。自分の主人でもボロクソに言わないちゃったかい。誰が赤の他人に頭下げるかい。ニコーと笑って、わからんこと言うなよ、わからんこと。わざとつけたんじゃねえってことがわかってたらやな。名も大の男を両手ついて詫びをささんでも、お前がそのついた血をすっと吹いてシュッと帰ったらそれで済むやないか、お前。ほらな、もうお前のたもとに血をつけようと思って、これを突き出したわけでもなし、お前もまたつけてもらおうと思って、たもとを出したわけでもなし、ほらもう愛子でほいやって、こんなこと言ったら怒らなしゃあない、ほんまに。烈火のごとく生き残った。持っていた蛇の目の傘、後ろへ投げた。ゲロ、無礼を申すと手は見せんぞ。ああ、やろうとな。やってくれ、やってくれ、やってくれ。そんなもんが怖くて、魚屋の表が通るかってんだい。ずーっと来い。だがな、俺だって人間一人男一匹だい。大根やナッパじゃあるわいし、末物切らで切らで、叶わぬまでも、俺はあんたの相手になるが。お、なんだと、相手になるがじゃ。お前は侍、おらゲロだ。向かったところで勝ち目がねえが、負けたところで恥もなるべ。中元ゲロをとなめてきたら山椒は小粒でピリリと辛い。油断をしたら怪我するぜ。隙があったら遠慮がねえ。どっからなりともかかってこいと言ったと思えば、ドド兵一足後へ飛び下がった。腰に差したる君臣中金具の木刀とは見せてはいたが、誠は備前お作目の名刀、鞘を払ってやる。遠慮ねえからかかってこいとピ
ぴたりと構えた腕前は下郎に似合わん美人流免許開伝極意の腕うどけでついた隙もない。太上段に構えた武士はどどへの構え一目眺めて驚いた。なんと見事なこいつの腕、普通の下郎じゃなかったのか。わしも今まで随分勝負をしてきたが、こんな恐ろしい腕に出会うは今が初めて。こんな腕前と知ったならわずかな粗相を取り上げるではなかったのに、ひょっとしたならこの俺がひょっとするかもわからんぞ。驚きますのも当たり前、ゲロドドヘとなってはいるが、元を正せば筑後柳川11万と3000石、立花左近将軍殿に馬術の指南で800石、向井クランド清直の慣れの果て、マガキが編み出した敵がくれ玉がくれ二つの極意盗みたさ。三年前から下郎となって入り込んで苦心をいたすどど兵だ。馬にまたがら大つぼ本樹立ちを持たせば美人流の極意に達した腕前じゃものどこにおろかが。こちらどどへもを中段に取り、相手の構えを一目眺めて驚いて、お不思議なことがあるものよ。大上段に振りかむれば、いささかなりとも両脇に隙の出るのは当たり前。それになんぞやこの侍はうのけでついた隙もない。なるがんがめひろひといつれど、これだけ使えるさ。しまった、今ようやく羽織のもんで気がついた。こいつ武者小路の五丁目に道場を開いて、殿より捨て口500石いただきました。殺春を薩摩の浪人で頬積み伊勢の神の発展具の一人、朝山が三五郎一年祭の秘蔵の皇帝丸亀一の使い手で、これが青いの玄山油か、偉いやつにと出くわした。青いと知ったら雪の中両の手
ついて詫びをしておきゃすんだもの。俺の腕まんがい邪魔をした、ひょっとしたながらこの俺がひょっとするかんがもわからんぞと、同じ思いの両名がまがいあんなしにと力を入れて滑っちゃうながらんと、あとあんなしで雪踏み締めて一見バカなりあんがよば開けて息と呼吸をはかんがりながらも、愛と音の気合いとともにくるりくるりと回るのは淀の川瀬でのむずぐれまあ渡りようではいましたが、年の若さが物言うたのか、次第次第に詰め寄ら出てど源三郎後へ後へと下がった途端、小石に足を取られてぞずんでん、どうと倒れるやつをしてやったりと、どどへいがえいとばかりに切り込んだ、ちょうど時間となりました、またのご縁とお預かり、はなはだお粗末でした、まじこれまで。